二連,連,連接バスは、連接バスの拡張形態であり三つの車体が二つの、節でつながれているものを言う。こうした車両には、特別の車軸の追加が必要となる。バスの全長が長いことから、二連接バスは、通常のバス路線というよりも、高度に、頻繁運転されているメインの路線や、BRT 路線で用いられる傾向にある。 二連接バスを世界で最初に用いたのは、ブラジルのクリチバである。ボルボ製の車台と、マルコポーロ SA 車製のボディによるもので、1992年に運転を開始し、270人の乗客を運ぶことができるものだった。二連接バス一編成につきごドアで構成されており、乗客が迅速に乗降することができるようになっている。このバスは、 他の栗市場のバス路線とともに、チューブ型バス停の最初の使用例である。これらの駅では、乗客は前払いで運賃を払いそのまま水平移動で乗車することができる。そのため、栗市場のバスシステムは、地下鉄と比較して、より負担のない交通システムとなっていると言える。栗市場には、170台以上の2連接バスがあり、 バス専用レーンのある5つの主要な道路を経由して市内を循環している。ピーク時には平均50秒ごとのフリークエンシー運転が行われている。ブラジルのバスボディのメーカーのマルコポーロ SA とカイオはボルボ製車台の上に用いる多くの2連接バスを作成している。これらは現在サンパウロとクリチバで用いられている。 ドイツハンブルクの二連接バスボルボは、数台の二連接バスを作成し、現在は、スウェーデンにテ手リで用いられている。このバスは、ボルボの低床連接バスをベースにしている。ベルギーのメーカーのバンホール社は、25メートル、定員約180人の二連接バスを売り出している。2002年の9月には、オランダユトレヒト氏の11、12系統に15台が、 投入されている。その後さらに追加投入されている。また、このバスは、ドイツのバスのハンブルクのメトロバス5系統、及びアーフェンの5、45系統でも用いられており、こうした地域には、通常の連接バスのみでは、多数に上る乗客をさばききれないという事情があると、言える。フランスのメーカーのルノーというリエは、1980年代後半に、 に連接、ハイフロアー型のメガバスを開発した。デモンストレーション用メガバスは、フランス各地の交通局などに出向いたものの、結果として、この車両を発注したのは、ボルドー市にのみであった。このバスは、ボルドーの利用客の多い7号系統で、用いられていた。しかし2004年になってこのメガバスのルート上に市電が、作られたため、現在は現役を引退している。 青年客車制2連接バス中国のメーカーの石膏青年記者はドイツネオプラン社の協力の下で25メートルの2連接バス JNP6280G を開発し世界最大だと主張しているこのバスは北京と杭州の BRT 路線に用いられることになっている橋棚ナスインフォーゲルフルクトヘッドグブー オープンバーベルボワーインユトレヒトイエヌ・オブマジビング2007年1月7日閲覧アーカイブされたコピー2007年12月5日時点のオリジナルよりアーカイブ2007年12月5日閲覧アーティクルイン上海イデイリーワールズ・ラージストバスデビューズ・イン上海イバイカットジャン2007年3月14日ありがとうございます